木下グループジャパンオープン第2日、26日、東京、有明コロシアム、世界ランキング59位で、日本のエースの西岡義人、ミキハウス、が、3時間を超える激戦で、19年以来2度目の2回戦進出を決めた。同21位で21年全米ベスト4のアレックス・オジェアリアシム、カナダ、に2度のマッチポイントを握られながら、最終セットのタイブレークで逆転勝ちした。 ハイブレイク6-5、初めて西岡に訪れたマッチポイントで、ふらふらと西岡のリターンが浮いた。ネットに詰めた相手がハイボレーを簡単に決めると思いきや、球はネット。会場中がどよめき、西岡はコート上に倒れ込んだ。ネットで相手と握手するため、立ち上がろうとした瞬間、右足が痙攣したようだ。必死でつま先をつかみ、必死で足をそらすが、なかなか治らない。 なんとか足を引きずり歩こうとしたが相手がコートに来て握手を求めた。西岡は今大会7度目の本戦入り。過去6度で1回戦を突破したのは19年だけと決して相性は良くない。それでも日本のエースとして負けられない戦いだった。このスコアで勝てたのは奇跡。自分でも頑張ったと思う。両手を突き上げた。